董卓の命を受けた徐英は曹操軍と袁紹軍が陣を張る紫州荥陽へと出陣。曹操、本体を動かすことなくここの董卓軍は落ちるぞ。平路に配備された我々の援軍との交信が途絶えている。気にかからぬのか袁紹。どこに退路のことなど気遣う必要がある。戦況をよく見ろ。見渡す限り押しまくっている。俺が董卓であれば最強の騎馬軍を投入し我々を反董卓連合全体への誠実な見せしめとする。なんだと？なんだあれは。来た、董卓の精鋭軍だ。反乱軍本体の旗印が見えてきたぞ。腰抜けの袁紹と青描丹の曹操だ。東に控えよる脆弱な賊軍全てに見せしめよう。これぞ我が董卓軍の誠の武、誠の力なり。謀反の地を大地にさらすなよい。よし、一気に袁紹の海を刈り取るぞ。青描丹が動きよったぞ。しかも真正面から立ち向かってきよる。そうそう、短期で切り込むつもりか。無謀だぞ。戦局弓を取れ。狙いを敵の大将一人に絞り、渾身の一夜を一斉に放つ。正真石板、非力な矢でこの助英を射抜けるとでも思うておるのか。一斉射撃。矢を放つのは一番後だ。おのおの一気を切り抜け。加工殿、大丈夫か。ああ、かすり傷よ。それより曹操が短期で敵陣内にいる。援軍に行け曹操。この加工トンの新端を寒から占めるものではない。加工トン、行け曹操。曹操を殺してはなら。我が矢を一寸でかわしたるは乱世の吉兆だな、助英よ。